ね、今日はあのヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスの、ついにですね、ついに、溶化しました。なんと、このヘラクレスはですね、孵化したのが2015年の10月です。はい。ね、で購入したのが、2016年の、1月ですかね。で2月の下旬に、1回目のマット交換、次4月にマット交換で、6月にまたマット交換で、次は9月ですかね。にあと次が2016年11月、あと17年の1月、あと、それから2回ほどマット交換してるんですけども、今2019年ですね。まあ2年ちょっと、幼虫をやっていたということです。最終はですね、そんな大きくなってないですよね。確か書いてねえな。確か 90g あったかないかぐらいかだったと思います。はい。でそこから、ようやくですね、溶化したということで、これはもう掘らないといけないなと。ちょっとそこに、サナギの背中が見えてます完全に、そこにね、洋室作ってるような状態であります。このままほっといてもいいんですけど、ちょっとやっぱり2年以上経ってからのあれなんでね、私としてはどうしてもちょっと見てみたいなと、ね、いうふうに思って、掘ってみようと思います。で、こちらのですね、これを穴開けて加工して人工溶室として、使おうかなというふうに思います。はい。ではちょっと、もう完全にですね、全く溶化する気配がなかったので、ほぼ完全放置ですね。マットだけちょっと交換して、もう温度もですね、正直もう適当です。はい、もう適当に、管理しておりました。はい、ね、はい、見えてきました。最悪、角曲がってますね、やっぱり。ね、本当ならね、早めに見つけて洋室に移し、人工洋室に移しかったかったんですが、やっぱりですね、もう最後の方はまさかこのままなんかさなぎにならずに、ダメなのかなというようなね、ふうに思ってたんで、もう途中から無視、無視って言ったら変ですけど、もう途中から諦めてた、ヘラクレスです。はい。まあ、うまく綺麗に、ね、動かしてくれてますが、ご覧の通り、まあ、角は曲がっていると、ね、一応まっすぐ、まっすぐ曲がってるかなっていう感じですね。これ色からするともう溶化して1ヶ月近く経ってんですかね。はい、こんな感じです。角がね、欲しいですね。ピンとなっててくれてればまあ良かったんですけど、ね、はい。今更ですね、今更これで人工溶室のまあどうかなっていう気が、正直しないでもないです、はい。ね、この位置もやっぱ良くないですよね。このここなんで、作ってる位置はやっぱここなんでですね、ね、しっかりお腹もねくっついてて、背中がねしっかり見えたんで、多分おかしいなと思って掘ってみたっていうところです。これは人工溶室に、掘って移したいと思います。はい。はい。じゃあ人工溶室作ります。
クワガタのね人工養殖をよく作るんですけどね、ヘラクレスの人工養殖を作るのは、初めてです。はい、だから新鮮ですね。あまりね大きくないんで、そんなに大きい養殖は必要ないかなっていう気がします。こんな感じですかね。まあこんな感じで、いいような感じがします。こんな感じですかね。ほぼできました。はい、これで加水すれば OK だと思います。ね、よし、はい、ではこれで加水します。はい、まあこんな感じで、今加水してきました。でちょっとねちっちゃいんでショーケースで行こうと思ってます。でショーケースに合うように、少しカットしてですね、ここに入れて、ね、もう少し10分ぐらい水を切ってから、こっちにね移したいというふうに思います。はい、はい、では、人工養殖にですね、水が切れたので、移したいというふうに思います。はい、まあ、ただこう移すだけなんですけどね。はい、以上以上です。どうかな、ちっちゃいかな、まあ大丈夫かな。もうちょっと後ろをねじゃあ、下げますか、ね、これでどうかな。ここでだいぶ、後ろの方もね心配なんで、もう少し、まあ、余裕がね、本当は余裕を持ってやりたいですね、やっぱりね、こういうところはね、綺麗にね、まあちょっと角曲がってるんで完ピンではないですが、ね、完ピンに近くできるだけね綺麗な個体に、していきたいなというふうに思うんで、これですかね。はい、はい、出来上がりました。はい、でこれでね、ヘアクレス、ヘアクレス2年以上、10、11、12、1、2年3ヶ月ね、多分2年2ヶ月ぐらいで溶化したというヘラクレスでした。はい、では以上です。ではさようなら。